こんにちは、アニマルダイヤです。今回はですね、天くんの部屋に今いるんですけど、天くんがね、ものすごくすごいうんこをしたので、それをね、撮っていきたいと思います。まあ、今ね、現在はうんちの方はもう掃除してあるんですけど、掃除後でもものすごいことになってるので、それをね、皆さんにお見せしていきたいと思います。はい、ということでこちらですね。天くんは今現在ベッドの、下でホットカーペットの上で温まってますけど、これ見てください。もう結構ね、広い一面部屋がこうあって、もう広い範囲でね、この変色してるんですけど、これね、うんちの跡なんですよ。で、色がものすごくついてて、これ原因はですね、先日チャンネルワニさんっていうね、爬虫類 YouTuber のワニさんが、天くんのためにね、ヤシオマスという、品種改良されたニジマスをですね、持ってきてくれて、天くんにね、与えてくれたんですけど、そのね、ヤシオマスの身がですね、ものすごくサーモン色、サーモンのもう本当に色で、めちゃめちゃ綺麗で美味しそうだったんですけど、その色がね、まんまうんちに出ましたね。まあ、こういったね、うんちに発色して、で、まあ、床がちょっとね、色づいちゃうってことは今までにも何回かあったんですよね。ロブスターあげた時もちょっとそうだったかな、色ついてるのかなっていう感じで、まあ、ここまでのね、広範囲で色がついてうんちがベチャってしてあったのでね、ここまでなったのは初めてなんですけど、すごいでしょこれね。おそらくね、まあ、ちょっとずつ掃除しながら落ちるとは思うんですけど、いや落ちるかなこれ。結構ね、もう拭いたんですけど、もう全然落ちない感じですね。まあ、掃除重ねるごとに落ちてってくれるのかなっていう感じではありますけど、すごいよね、ヤシオマスのね、身の色がもうそのまんまうんちに出てきましたね。もうね、なんか匂いの方も今まで魚いろんなのあげてきましたけど、正直ね、一番臭いかもしんないですね。ちょっと部屋の匂いも今絶賛臭い状態にありますね。はい、まあ天くんの方はね、変わらず過ごしている感じで、別に体調悪そうだったり、っていう感じはないので、そういった面では全然問題ないと思うんですけど、まあ何ですよこのね、うんちの色だったんで、僕も最初はちょっと驚きましたけど、まああげたものをね、知っているので、あああれかっていう感じで、ヤシオマスの色が出たのかっていう感じで思いましたけども、すごいですよね。まあね、こうやってね、いろんな餌あげてると、まあ、こういった発見だったりもできますし、まあね、ヤシオマスっていうニジマスなんですけど、あげたらこういった色になる。まあ多分サーモンあげてもこうなるのかな。じゃあまあね、皆さんも、まあ、ヤシオマスあげる機会はないと思うんですけど、なかなかね、サーモンだったりをこうオオタカゲにあげるよって時はね、まあ発色、うんちが発色しちゃうかもしれないんですけど、まあ多分問題はね、なさそうだと思いますので、はい、参考までによろしくお願いします。ということで、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画参考になったよと思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。